1つ目が海外といった軸です。こういう風にすごいんだっていうのが分かりやすく伝わってきました。表情すごくいいですね。ベースとして素晴らしい合格です。ありがとうございます。どうもこんにちは、春大ヤリーメンバーの荒松です。今回はですね、9月シリーズとなっている合格者面接でマルハニチロに合格された方に来ていただきました。簡単に自己紹介をお願いします。日本大学経済学部4年の菅光生と申します。就職活動していた時期は食品業界幅広く見ていて、最終的には飲料メーカーに行くんですけれども、本日のマルハニチロさんを受けた際の面接とかをその当時さながらの面接を今日は行えたらなと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに今日の面接官は超優しい面接官岡本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。オーディエンスとして実際の就活生2名にも来ていただいております。東京農業大学3回生の中村海斗と申します。一橋大学社会学部3年生の大塚紀穂と申します。菅さんは最終的に化粧品、食品、飲料の大手メーカーから内定をもらったということで、その複数社内定を取られた秘訣についても最後にお伺いしようと思っております。ではいくつか伺えればと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず最初に学生時代に頑張ったことから教えてもらってもいいですか。はい、ベトナムの飲食店で商品企画を行うインターンシップに1ヶ月参加し、チームで新メニューを企画したことです。もう少しお話しさせていただきますと、大学1年生の春に実際にベトナムに行き、現地での市場調査を重ねながらチームで新商品を企画するに至りました。この活動の中で困難だったことが大きく分けて2つありました。1つ目が現地のニーズを理解することです。ベトナムは日本と全く異なる環境でしたので、現地特有のニーズを理解し、それを商品企画に反映させること、これが非常に困難でした。2つ目がチームビルディングです。現地で初めて会った日本人の学生3人と共同したため、当初はチームビルディングが困難でした。この2つの困難な壁を乗り越えた方法としては、お話しさせていただくと少し長くなってしまう部分もありますので、後ほどお話しさせていただく機会があればなと思っております。結果として私たちのチームはおにぎりを企画しました。このおにぎりは2日間で70個売れるほど現地で大反響を呼び、企画したおにぎりが新メニューとしてお店に残ることになりました。以上です。かしこまりました。ありがとうございます。おにぎり70個売れるっていうのはすごいことだったんですか。なんかどれぐらいすごいのかちょっとあんまりイメージできなくて。はい、当初は2日間で50個売ることを目標としていました。インターンシップ先のお店から売上を2倍ほどにしてくれと言われており、その売上2倍に当たる額がおにぎり50個分でしたので、その50個を上回る70個売れたことは自分の中でも結構すごかったのではないかと思っております。ありがとうございました。了解です。現地のニーズを把握するというところと、はい、チームビルディングというところなんですけれども、現地のニーズを把握した結果おにぎりに至ったってことなんですけど、はい、そこの間の部分もうちょっと教えてもらってもいいですか。はい、まず現地の約100人に調査を行いました。まずその調査の中では定量調査、定性調査、どちらも力を入れました。定量調査では現地の人がどういう食が好きなんだろうっていうのを理解するためにアンケート用紙を作成して食の好みを理解することに努めました。ただ現地の中でも食のニーズが多様であることが分かったので、定量的な部分だけではなく定性的な部分も知ろうと思いました。そこで現地の人にただ調査をお願いするのではなく、たわいもない話をすることにしました。その中で現地の人は例えば最近息子を塾に通わせたりであったりとか、働くお母さんたちが増えたりとか、そのような人たちに何か気軽に食べられる商品があったら良いのではないかと思い、そのような結果からもおにぎりに至りました。かしこまりました。ありがとうございます。じゃあ続いてなんですけれども、就活でですね、どういう軸を持って進められているか教えてください。はい、大きく分けて3つあります。1つ目が海外といった軸です。2つ目が事業が多岐にわたるといったところです。そして3つ目が会社とともに成長していけるかといった、主にこの3つの軸で就職活動を進めております。もう少し詳しく1つずつ教えてもらってもいいですか。はい、まず1つ目の海外といった軸にいたしましては、先ほどお話しさせていただいた、ベトナムでのインターンシップを経験したこと、こちらも非常に大きいんですけれども、私は昔から、何か自分と異なる価値観を持った人であったりとか、自分が行ったことないような地域を訪れることが好きなので、何か海外ともこれからも携わっていきたいなっていう思いがあります。2つ目の事業領域が多岐にわたるといったことに関しては、やはりこれからの時代、1つの事業だけではなく複数の事業をやっていることが会社
を存続させていくため、経営をうまくやっていくためにも必要なのではないかと私自身も考え、そのようなお言葉もいただいているので、事業が御社のように食品だけではなく商社であったりとか、食品だけでも食品の中でも複数の食品を展開されていたりとか、そのようなところも魅力的だなと感じております。そして3つ目の、会社とともに成長していける環境化というところに関しては、私自身、高校時代の部活動の経験であったりとか、周りが自分よりもレベルの高い環境であったりとか、成長の中に自分の自身の身を置くことによって、自分自身も非常に成長してこれたなと感じております。御社もこれから海外売上をさらに伸ばしていくであったりとか、新しい商品をどんどん展開されていくなど、御社とともに私自身も成長していけるのではないかと考えております。かしこまりました。ありがとうございます。部活動はどんなことをやられてたんですか？はい、小中高でサッカーやっておりました。結構レベル高かったんですか？そうですね、高校時代は、県でもベスト16に入ったりですとか、その中でも私自身ずっと C チームにいたり、なかなか結果は出なかったんですけれども、その中で学んだことっていうのも本当に多くあるので、そのように、少し厳しいかもしれないんですけれども、成長していく環境に身を置いていくこと、自分にとっては大切なのではないかと感じております。かしこまりました。ありがとうございます。では続いて、弊社を志望した志望動機を教えてください。はい、私は食を通じて世界中の人の生活をより豊かにしたいという夢があり、この夢が御社でこそ実現できると考えております。もう少し説明させていただくと、私は先ほどお話しさせていただいた、アジアの途上国に訪れたことで、現地はもちろん経済成長は著しいんですけれども、その中でも働くお母さんたちが特に増えているなと実感しました。現地では日本が冷凍食品を気軽に食べられるような環境、文化はまだなく、そのような国、地域に冷凍食品をもっと届けられていけたら、現地の人の生活がより豊かになるのではないかと考えております。御社も挑戦せよ境界なき食の世界へと掲げられているように、私も御社にぜひ入社し、御社の商品を世界中の人たちに届けたいなと考えております。かしこまりました。ありがとうございます。特に弊社に入ってからこういうことをやりたいなというところ、もうちょっと具体的に教えてもらってもいいですか？はい、そうですね、たくさんやりたいことはありまして、まず前提として与えられた仕事は全て全うしていきたいなと思っておりますが、その中でもまず興味があるのは、家庭用冷凍食品ユニットという部署に入り、国内での冷凍食品の営業活動に全うしていきたいと思っております。先ほど少しお話しさせていただきましたが、私はそのいずれ海外に商品を展開していきたい、売っていきたいという思いがあります。その長期的な目標を踏まえて、まずはその国内での営業の基本であったりとか、日本の市場をしっかりと理解するっていうところに自分自身しっかりと励んで、いずれ海外に向けた商品を何か展開できたらなと考えております。ありがとうございます。弊社の中で入ってやりたい部署みたいなところで言うと、どういったところになるんですかね？そうですね、やはりまず営業の部署を志望しております。その中でも家庭内冷凍食品ユニットというのがあると存じておるんですけれども、そこで日本市場において、御社の冷凍食品の営業活動に携われるような仕事をまずはしたいなと思っております。ありがとうございます。最後に何か一言あればお願いします。はい、分かりました。そうですね、本日面接させていただく中で、私自身の学生時代の取り組みなどはお伝えすることができたのではないかと思っております。その一方で、御社に入ってやりたいことなどは、自分自身の中でもう少し言語化して明確にしておく必要があると考えました。その点におきましては、自分自身もっと自分自身を見つめ直して明確にして、ぜひ御社に入社させていただけたらなと思っております。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございます。久しぶりの面接ということだったんですけど、はい、どうでしたか？そうですね、緊張して、もしかしたらちょっと話が早くなってしまったのではないかと、そこは少し反省点なんですけれども、その就活していた時の面接さながら言っていたことも今日は言えたのではないかと思っております。ちょっと気になる結果発表の前にオーディエンスの声を聞いてもよろしいですか？はい、まず本当、菅さんのなんかスマイルがとても魅力的で、もう結論からのなんか話の組み立て方がとても上手で、最初なんかガクチカについて聞かれた時に話すと長くなってしまうので、その後でなんかお話できたらみたいな、そういったワードを挟むことで面接側からしたら興味を持っていただけると思ったんで、そういった話し方も含めてすごく勉強になったなというふうに感じました。結果を話する時に結構定量的にお話しされているところがあったので、初めて聞く内容でも、こういうふうにすごいんだっていうのが分かりやすく伝わってきました。では気になる結果発表の方を岡本さんお願いします。はい、結果は合格です。ありがとうございます。
合格の理由をお願いします。まずやっぱり表情すごくいいですね。柔らかい雰囲気で、あの人柄の良さがにじみ出てるというか、そこがまずベースとして素晴らしいっていう風なところと、面接で伝えていただいているところ、もちろんパワーアップできるところいくつかあるんですけれども、はい、一つ一つしっかり意図を持って伝えてくれてるなっていうのも感じますし、実際就職してうちで働いてくれたら、あ、こういう取り組み方仕事でしてくれそうだなみたいなのがイメージできるような部分があったのがすごく良かったなというふうに思います。はい、ありがとうございます。はい、過去にやってきたことが働いてからもちゃんとできそうだなって思うパターンと思わないパターンってどういうところに違いが出るんですか？違いはですね、エピソードを聞いた時の具体性の高さみたいなところがポイントになるんですけど、まあ、例えばよくある悪い例みたいなところでいくと、コミュニケーションをより積極的に取るようにしましたとか、相手のニーズを把握するようにしましたで止めちゃうとか、そのニーズを把握するようにしていろいろヒアリングした結果、働くお母さんが増えていて、そのお母さんっていうのは子どもたちを面倒見ながら仕事もしてるから、日本の気軽に食べれるおにぎりっていうのを提供したら、ベトナムには今そんなにないから注目も集めれるし、いいんじゃないかみたいなのを多分考えてやってくれたんだなっていうのが想像をついたっていうのが具体性として良かったみたいなイメージですね。なるほど、はい、具体的にしようと思ってもいきなり就活生って具体に落とし込むの難しいと思うんですけど、うん、どうしたらいいか考える順番かなと思っていて、まず最初にどんな結果を出したエピソードを選ぶかなから考えていくとよくて、あ、そんな素晴らしい結果を出してる人だったらうちの会社に入社したらすごい活躍してくれそうだなって思ってもらえたら OK なの で、そう思ってもらうには自分がいろんなこと取り組んで出した結果の中でどれを選ぼうかな、でどういう要素があってその結果につながったのかなみたいな感じで、ここから逆算していくと具体的に考えやすくなるんじゃないかなと思います。じゃあ一旦就活生は過去にやってきたことをまず箇条書きでもいいから事実として書いていって、それを達成するためにどうしたのかっていうのを考えていく。そうですね。ちなみに菅さんがこの具体的に話すために意識されてたこととか対策したことってありますか？まず一番はその当時のことを徹底的に思い出してみるっていうのをやってました。僕はこのインターンシップに参加した際に、ノートを毎日取っていたので、それをしっかりと見返してどういうことやっていたんだろうとか思い返してみると結構具体的にやってたりもするので、やはりその当時のことを思い出して言語化するっていうところが一つ大切にしていました。実際に僕ガクチカにしたりしようと思ったのが部活であったりとか、企業からしたらなんか再現性あんのかなみたいなところにちょっと疑問を抱いたんですけど、そういったなんか部活に取り組んでる人は企業で使えるものってどんなものがあるんだろうって、つまりスポーツとかアルバイトとか直接関係しない経験からどうやって再現性を出せるかっていう。全然できまして、そんな心配しなくて大丈夫で、部活ですごい成果を出すために多分課題ってたくさんあると思うんですね。で、例えばその時に一つ何の部活やってたんでしたっけ？よさこいソーラン部っていう部活にやってました。よさこいソーラン部で大会とかで優勝するには多分みんなで動きをこう一致させるようなことをちゃんとしなきゃいけなかったりだとか、見たお客さんに対してそのパフォーマンスの出来が良くなきゃいけないとか、まあ、当然そういうところがあると思うんですけども、そこにたどり着く手前の段階で、まあ、一致しないとかみんなのやる気がそんなにないとか多分いろんな問題があってうんぬんかんぬんがあって結果出すっていうことに至ると思うんですけど、ここを具体的に言ってあげるっていうのがすごく大事で、どの仕事も一人でやることって少なくてチームに取り組むんで、じゃあチームで一体感を保てない時にこの人に任せたらそういうふうにチームを引っ張ったり巻き込んでチームとして成果を出せるようにやってくれるんだろうなみたいな想像してもらえるような伝え方ができたりだとか、例えば毎日12時間練習してましたっていうふうに言うと、やっぱり仕事も最初って成果出すためにある程度時間を投下しなきゃいけない部分で、そういう泥臭いこととかみんなが長くやりたくないことをやってでも結果が出るまで続けていけるみたいなところを定量的に伝えられるっていうのは、お、頑張ってくれそうだなっていうのが伝えられやすかったりするんで、まあ、そういう部分とかを入れていくといいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、その他のグッドポイントで言うと、この回答っていうよりはエピソードとやりたいことの未来の一貫性があるみたいなところが良かったなというふうに思います。はい、学生時代に頑張ってきたことでも食に関するエピソードで実際に取り組んだことをやっていて、はい、で今マルハニチロを受けていて食をやりたいっていう夢を持っていて、はい、かつ海外にも取り組みたいっていうのも海外のその1ヶ月行ったからじゃなくて、もともとその手前からいろんなところに行くっていうのに興味があってみたいなところとか、その一貫性があるっていうところで信頼性を増すなっていうふうに思いました。はい、ちなみにもうちょっと改善できるところがあるとすればどういったポイントになりますか？いくつかあるんですけど、私めっちゃ細かいんで、はい、本当重箱の隅をつつくようなところのもあるんですけれども、はい、まず1個目がすごい定量的に表現してくれてるのが良かったんですけど、はい、その定量が私すごい気になっちゃって、はい、おにぎり1日 12.5 個売れてれば
いいっておにぎり1個のえなんて100円とかじゃないですか、はい、日本だったら1300円ぐらいの売り上げのお店って絶対無理じゃんみたいな。だから本当のすごいなんかビジネスとして取り組んだものっていうよりかはお試し体験とかなのかなとか想像しちゃう、はい、定量的なところで違和感があるとあれってなってしまったりするんで、例えばそのお店自体はもう正直1日 5,6 人しか来ていないっていう問題がありました、はい、だから少しでもそのお客さんを日本から来た若者の力でどうにかできないかというようなプロジェクトだったので、お客さんどうやって増えるかも分かんないですし、食品についても分かんない、そのベトナムについても分かんないっていう中でどうにかしようと思って取り組みましたという課題設定にして、はい、うんぬんかんぬん取り組んだ結果1日 5,6 人になったお客さんがここまで増えましたとかっていうと、おにぎり70個だと7000円しか売り上げないのかっていうふうに感じてしまうんですけども、はい、おにぎりっていう新しさと手軽さで値段設定が安い商品だったので、それがフックとなってお客さんが訪れてくれるようになって何人だったのが何倍になりましたみたいな定量の使い方の方が一つポイントかな、はい、ありがとうございました。他にもありましたか。軸と志望動機というふうなところなんですけれども、はい、志望動機が食を通じて世界中を豊かにしたいっていう夢があるっていうふうなところだったんですけど、はい、軸に食が入ってなかったんですよ、はい、実際軸では食品業界って結構ポイントにもあったんですか。そこはもしかしたら反省点なんですけども、その食品に興味がある自分は受けているっていうのはもう他で伝えられるのかなと思って、うん、それ以外の部分を軸で言った方がいいのかなっていうちょ考えは少しありました。そうですよね、すっごいダメって感じじゃないんですけど、最初から最後まで一貫性持たせてあげた方が、はい、うんうんうん、だからそうなんだみたいな経験もしっかり積んでるので、はい、それが大前提の上でこの3つですみたいな就活の軸の言い方とか、はい、でも一貫性持たせられてよかったかもなっていうのをちょっと思いました、はい、あとが軸の3つ目、会社とともに成長していけるかっていうところの要素として、高校時代のエピソードで周りが自分よりもレベルが高い環境で、まあ、部活なんで上を目指すから成長していけてチームも強くなれてよかったっていうことなのかなと思ったんですよ、はい、で御社はっていう時に周りが自分よりもレベルの高い人たちがいるっていうところの相対する部分がなかったんですね、はい、周りがレベルが高いっていうところが入ってなかったんで、そこも入れてあげた方がなんか話としてはスッと入ってくるかなと思いました。だから御社で働いてる方ともお話ししたんですが、非常に皆さんこうこうこういうふうにレベル高い方のいる環境で働きたいですとかを入れてあげてもいいのかなっていうのはちょっと思いました。ありがとうございます。したいこととかもしあれば。私自身食品業界を見ているので、食品だからこそ意識しているポイントなどがあれば教えていただきたいです。その業界でやりたいこととかはちゃんと自分の中で言語化するように意識していました。食品メーカーとか結構みんな名前が知ってる分なんとなくで受けちゃう就活生多いなと僕も当初正直そうでしたし、結構周り見て感じました。だからこそその業界でやりたいこととかは問われているなっていろんな業界面接受けて思いましたし、その業界でやりたいことっていうのをしっかりと自分の中で言えるようにするだけでもう一歩二歩周りの就活生と差つけられるんじゃないかなと思います。とはいえその原体験があんまり食品メーカーと関係あるものがないっていう人も多いと思うんですけど、はい、そういう人はどうすればいいんですか。今までその自分の人生とあとかける食みたいな感じで今までどういうふうに生活してきたんだろうっていうのをぜひ探ってほしいなって思います。僕はたまたまそういう海外のインターンシップに参加したんですけども、他に食品メーカー行く友達とかお話聞く中でも例えばなんか自分自身が健康食品食べたことによってダイエットできて自分に自信を持てるようになったからそういうのを届けていきたいって言ってる人も結構いたりとか、あとはお父さんが最近太り始めてきてでなんか そういう人に対して健康食品を届けたいとか、あとはお母さんの料理がすごく美味しくてでもいざ料理風景を見ているとどこどこ会社の加工食品がうまいからそれをうまく利用できているみたいな感じだったりとか、自分の人生をなんか今まで食とどういうふうに触れ合ってきたんだろうっていうのを、まあ、振り返ってみると結構原体験とかって出てきたりするんじゃないかなと思います。ありがとうございます。めっちゃ勉強になります。はい、じゃあ最後に菅さんがマルハニチロ含めて食品とか飲料、化粧品のメーカーになぜ受かったのかっていうところを教えてほしいです。やはりそのさっきも少しお話しさせていただいたんですけど、その業界その会社でやりたいことっていうのは本当に再現性を持たせて、うん、誰よりもといいますかしっかりと自分の言葉で言語化できるように意識していました。
あとは、まあ、その食品メーカーが結構、まあ、協調性が大切って言われていたり、その第一印象が大切だったりもすると思うので、笑顔であったりとか、ちゃんと面接官の質問を聞いてそれに対する答えが果たしてできているのかみたいな、その Q&A みたいなところはすごく意識 していました、はい。ということで、今回は食品メーカーのマルハニチロに合格された面接を公開させていただきました。9月はいろんな業界の合格面接を公開しているので、ぜひ他の動画もご覧いただければと思います。そして岡本さんの YouTube チャンネルと Twitter は概要欄の方にあるので、ぜひ面接動画など公開されているので見てみてください。せーの、じゃあな。就活会議との自己分析ツール第2弾をリリースしました。約3分間で自分の性格、向いている職種、選考対策が分かります。下の概要欄からぜひチェックしてみてください。旬ダイアリーではキャリアの選択肢を増やし、踏み出す一歩を応援するようなコンテンツを出していきます。よかったらチャンネル登録をお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。